さん大丈夫です。っていうの最後のすでに巣が空気が入るんですね。それマスターした瞬間にのんけの女の子と言って楽しくない幼少期からあんたものんけの女の子そういう性の部分でだから中学校高校と不安で仕方ないんで、これお母さんが違うかもと。ミラちゃんここさ、はい、スナックだからなんか飲まない。そうそう、なんか飲まちゃうウイスキーロックすいません。そんなことができないよ。いやこれもうのっけからさ、ミラちゃんが落合陽一さんならないなぁでしょ。本当に本当に今日も一回朝思い出しますよね。私なんであれやったんだろう。一日一回もやったと思う。あれ一番好きだったね。ミラちゃんの中でも異色作よね。なんか自分の中でやんなきゃいられないか、なんでしょうね。今だったらもうちょっとこう右斜め上を常に見ながら喋ったらとかいろいろ反省はあるんですけど、質量と計算機が30回ぐらいずつ。そうですよね、やっぱり外部人だと質量と計算機もそうです。私ご本人直接知ってるからね、ますます面白くて、ほんとこんな感じこんな感じこんな感じって、真っ直ぐ見ると質量と計算機がなんだってってなりますやん。てかそもそも見て落ちない人が誰だか知ってるのもあるんですよ。そうなんです。そう、私も半分やっぱ気になっちゃうんですよね。でもこの目線で勝間姉さんもやられたわけじゃんな。そうですよね。こんにちは、勝間和です、今日お話しするのはお部屋のお片付けの話です。あのね、もうすでにね YouTube の番組でもその話もしてましたけど、どうだったんですか、の獲物になる気分。いや楽しかったですよ。だからもうアップされたら常にダーッてみんなコメントが入ったんで、何だろうと思って行って、いや本当にね、改めてここで、うん、いろんな話、本当、そうそうそう、いろんな話をね、本当のところどうなのかは、お酒飲んでどんどん、あ、いただきます。いい話が聞けそうよ。でもなんか私モノマネされるまで私は自分の差し姿勢の特徴があると知らなくて。本当ですか。で言われてみると確かになんかこう空気音が全部入るんです、差し姿勢に。あー、物前から逆に聞くの中国語の発音みたいなね、空気を飛ばす発音なのね。それを気づいたのはやっぱり、あの、勝間和代です。こんにちは、勝間和代です。すでに巣が、空気音が入るんですね。 それマスターした瞬間にどんどんこう自分がなりきれるって気持ち勝手ですけど空想ですよ、100%の、なりきれるって感じがして。でもね、物真似のね、やっぱりこうオリジナルの人とのこう絡み方って、多分モノマネ文化の中でずっと問題視されてたところじゃない。そうなんですか。本当ですよ。問題視されていてですね、勝間さんにあの紐解いていただきたいくらいですよね。みんなに言われて誇張されるの嫌なんですか。みんなそこもグレーゾーン。これね、あの言っていいことかどうかわからないけど、私の中ではこうまずそもそもモノマネのお姉さん枠、LGBT もいろんなね感性があるから、でも特にお姉文化の中での二大女王が清水美智子さんがまず絶対的な女王としてお姉さん大好きで、お姉業界の中では、でプライドのステージとかも来てくださって、うん、おしゃべりさせていただいてたんですけど、で、あのシーンで出てきたのがミラクルちゃん。俺さ、そこに行っちゃっていいんですか。いや、その二人はね、際立ってお姉に特に愛されてる。あの清水美智子さんライブ行かれる時も、うん、前列3列目まではお姉の方でしょ。え、なんでその好きなんですか、お姉業界の皆さんも。多分ね、その二人は脳がお姉なんだと思う。あでも目の付けどころが普通の女性じゃないところから入るというか、もうこの間も一緒に奥姉と一緒に旅行行ってて、そういう話になりましたね、車の中で、まあ、3人ゲイで私1人あのレッスンだった。その旅行ができてるんですよ。そうができてるんで、なんでだろうねって話をして、私行っちゃいけないかもしれないですけど、のんけの女の子と行って楽しくない幼少期から。あんたものんけの女の子よ。私ものんけなんですそういうね、モノマネ上手い女子って大体ね、はい、青春時代絶対なんかノートの端に変なこと書いてたりとか。ああ、日当たりでモテたいってこと。可愛いのよ、ご覧の通り。モテるわ。可愛いの。女性として男子に言い寄られたこともあるんですけど、その変なモノマネやめたら付き合いたいとか、うんそういうのやめてくれって。だけど私はモノマネをやるさよならって何回もやったこともあるし、鬼滅の刃で言うとかわいそうな鬼です。かわいそうな鬼です、弱い。でも知らないじゃん。ありのままで女性として愛されなかった。女性として
彼たちに聞かないとあれですが、彼たちの思う女性像と確実に毎回違うので、そこに苦痛を感じるというか、そうなんだよ、ごめんっていう、もう演技できないっていう感覚の、はい、だからなんていうかな、親のせいでもないですし、そもそももしかするとこんな言い方言ったらあれだけど、やっぱりそのお腹の中でなんかホルモン浴びたかもしれないし、あります、逆のパターン、ニュートンが書きそうなことよね、ニュートンが、はい、うん、なんか浴びちゃったと思うんで、なんか違和感がある、違和感がありますね、毛がめっちゃ濃かったんです、ちっちゃい時、それでフックね、そういうのね、男なんじゃないかって思ったのもあったし、だから体の面でです、私こんなこと言うのあれなんですけど、あのこれなんか恥ずかしいというかあれなんですけど、生理が来たのが、うん、20歳超えてた、すごい、今キュンときた、キュンときました、だからそれまで本当に女であるって確信がなかった、少年のまま20歳になってんだ、そうなんですよ、だから、これちょっとあの気持ち悪いと思うんですけど、全然気持ちいい、そういう性の部分でだから中学校高校と不安で仕方ないんで、これお母さんごめん、私違うかもと、違うっていうのは同じじゃない、あのちょっと、はい、あの性的に問題あるかもしれないみたいな感じで、ちょっとそれこそ、まあ、ちゃんとした人失礼ですけど、お鍋方向に行った方がいいのかとか、本気でかこのまま来なかった場合ですよね、あの、まあ、ついてはないんだけど、これは女とも違うぞっていう、確かに感性もそういう感じになってましたし、ちょっと相談した時はありましたね、で整理した時どんな気持ちだったんですか、その時でほっとはしましたけど、急ぎましたね、急いで旅行に行って、なんかアメリカ人ナンパしてみたいなちょっと急ぎました、いろいろ来たからには、はい、そうそう、少女でしたし、はいはいはい、少女でしたし、あ、今すごい、でもストーンときました、ストーンきましたか、うん、だからその、はい、報われない女子話で言うと、はい、モノマネがうまい女子って多分、はい、お姉文化に通じる、はい、そのさらって言えば掘る、でもその目線がちょっと恋意地悪な感じが入ってて、はい、そうですね、だからその毒の部分をオリジナルの人がどれぐらい優しく受け入れてくれるのかずっと気になってて、だって普通じゃあこっち側勝間さんにしますって言って鼻の中から塗り始める女の子にいたらやっと来んじゃないのって、試したわけじゃないんですけどもねあそこで帰っちゃったらどうしようは、ゴフゴフでゴフゴフが七三でありましたね、あイラッと来ない、優しい、いや私によって鼻の構造が違うからしょうがないですよあ、もう医学的な話やっぱり見てる人がみんな勝間さんってあ懐深いってやっぱりもうそう受け止めるしかなかった、コメントも絶賛してたもん、はい、細かいこと言って鼻の構造って要は下を向いてると思う大きさの問題って2種類あって大きい上に上を向いてないと鼻の後大きく見えないんですよあの立体構造立体構造としてだから光さんはもともと鼻がちゃんと下を向いてる人なんで穴をこう塗らないと私に見えないから塗るんですよ、あれは塗るべきなんですよ、だから賢い人だとそれだけしてじゃなくこういう理解ができるから全然嫌な感じ、でもねこれは優しさとその構造って理解する勝間さんが受け止めてくれたからこの感想で、あっちには悪意ありますからねそうですね、構造の面で近寄るためにやるって言ったら 100% 答えなんですよ悪意というと 100% 悪意なんですよ、それが恥ずかしいですね、 200% 必要なんですよ、デフォルメにするなんて、デフォルメしてないものがなんか超つまらないですよ、秋って、いや、これさ、モノマネに対して味方ですね、本当だ、モノマネに対して善意を、だって本物と同じことやったってしょうがないじゃないですか、そうですよね、本物と同じこと面白くなんでもない、気持ちだけ変えてみました、そうですよね、私のフォローしていうのは間違いなくお姉の意地悪な目線は毒とかあるんだけど、好きな人しか見てない、だから愛があるからその人のちょっとおちょくりたくなるところまで深く見てるだけで、興味ないが一番、マザーテレサも言ってたもん、興味ないことが一番ダメだって、もうね、ボーノさんにそれ言っていただいたら私はもう無口で大丈夫です、喋りたくても生きていけそうだ、好きでしょ絶対、いや好きですよ、ね、好き嫌いとか言うと本当嘘っぽいからあえて言わないんですけど、やっぱりこうたくさん芸能界の方がいらっしゃる中で、やっぱり家の中ではね、やっぱそういう目でテレビを見てますから、まあテレビの方じゃないですか、あでこの人だってもなりきれるかなとかなりたいかなとか、そうなんですね、で人間的にあの悪くないだろうっていうすげえ素人っぽいですよ、あでも憑依するから悪い人って気持ち悪いんでしょ、いやそうなんです、気持ち悪いし、分かりづらい、そうなんです、嫌ですよ人間として、やっぱり例えばお会いしてもあまり喋ったことない方とかだと
ったらこっちほとんど勘じゃないですか。例えばです、例えばそうしゃべっきょファンキーって言ってる久保田利伸はいい人なのかなとか。この気持ちは知らんと、そのシャメッキョこんだけ売れてる、何年間もトップで売れてるんだけど本当にいい人なのかなって人間思うわけヒロミさんとかもこんだけまあお昼の番組すげえ見るからすげえ言ってるけど本当にいい人なのかなとかやっぱ考えるじゃないですか。そういうところからのっていう意味で勝間さんは多分いい人だなって。そこはなんかモノマネ女子とお姉は舞台の裏から見ようとするみたいなのがあるよね。そうです、もう性格ですね、やっぱり見かけじゃなくって裏側を考えてるかとか。でこれはなんかちょっとだけその LGBT の話をすると、はい、そもそもその常識っていうものを疑わざるを得ないようなことをいっぱい感じて生きてきたから、見かけじゃなくて裏側を掘るから全部斜め目線とか、うん、この人が言ってることってっていうことをちょいちょい疑ってきたのね。あのちょっと頭が回る方の子はそうだと思う。あ、そうだ、賢いし疑れるし でこの方たちがやっぱり時代を裏から作っていったっていうのも過言ではないとみんな分かっているからだと思いますね、うん、でそのことでいうとそのプライドに出てくれた話でいうと清水美智子さんって、はい、昔からユーミンさんのモノマネされてたような、はい、昔は愛が伝わってなかったみたいで、ユーミンさんの絵のあれ、ね、絵の愛が伝わってなかったみたいで、ラジオでユーミンが、うん、あの山田邦子さんのモノマネには私もちょっとやろうとしたんですけど、ユーミンじゃないけど、ユーミンじゃないけど、わかりやすいし、憧れを感じるけど清水美智子さんのモノマネには毒を感じますみたいなことを言ってたんですよ。だからあ、私はどっちも大好きだったからちょっと寂しいって思ってたんだけど、ちょっと前にそのプライドのね、ライブプライドっていうのでご共演されて二人で一緒に歌われてるのを見て、あ、ちゃんと愛って最後は伝わるんだなって。そうなんです、ステージ出る時でもどうも清水美智子ですどっかみたいなネタに使われるって最近聞いて、いや私だから清水美智子さんの心の中でやっぱ前神的なところがあるじゃないですか、私たちにとっても、ね、なんでかなって思ったらかっこいいんです結局、うん、やっぱかっこいい、あの言い訳しないですよあの方って。へえ、ね、まあ、生まれ持ってなぜかこう意地悪に見られる素質がある方なんだと思うんです。いい人っていうより愛があるねっていうより悪いわねってやっぱりもう謎だったと思うんです。ご自身も多分こんな好きなのにとか、だけど言い訳一切しない。へえ、好きでやってるんです。そっか、あ、じゃあそこはミラちゃんは意外とやっぱ勝間さんとか広瀬香美先生に挟まれてた時はちょっとビビってんのが伝わってたもん。あ、はい、あの最高にビビってますよね。そうです、そうです、そうです、くるっともうあのそのかっこよさ捨てて正直おどおどしてますよね。おどおどして、なんでしょ、多分あの勘ですけど清水美智子さんもご本人がいたら多分ちょっとはちょっとあってもなくてもいいもんじゃないですか。そうですね。まあ、ちょっとグッときました。それなのにこれだけの人気を博してこれだけの自由を作り出してものすごいことだと思ってて。確かに。そこから言うとやっぱり、まあ、コロッケさんからとか。そう。コロッケさんもあの最初にね、うん、シンデレラネームを子供ながらに見た時に、なんじゃこりゃって思ったんだけど、当時はそのドラッグクイーンの文化のリップシンク、うん、まさにそうなんだけど、そうですよね、あれが言葉として来てなかったから、うん、口パクすらあまり来てなくて、うん、携帯模写ってご本人が出てたりしたんですよ ね、 そうですよね。そう、でもまさにあれってお姉が大好きなディーバの、まあ、言葉はあるけど、そう、意地悪な部分を引っ張り出してやる芸と全く同じなんですよ、ね、だからコロッケさんって不思議で、うん、あなたのんけ通しているんだけど、その流れは藤井隆さんにも感じますね。乙葉さん大好きなストレートの方だけど不思議ですよね、まあ、脳はもうお姉の感性そのもので最高ですよ。なんなん、うん、新しいジャンル作った方がいいですよね。絶対のんけなんだけど、うん、確実にそっちの脳でやれる人たちを何て呼べばいいか。海外とかだと、うん、例えばメトロセクシャルなんて言葉があったりして、そもそもそのセクシャリティとなんかその文化を、うん、あ、そうか、頭の文化とか結びつけすぎなのが間違いで、うん、本当はストレートの男子だってお姉的な人はいっぱいいるし、うん、っていうことをもっとまさにレインボーなんだよってことをね、無理だね、面白い、ね、なるほど、うん、そういうことなんですね。あ、なんか納得した、レインボーの意味が分かりました。そう、あの辺の人たちは本当にレインボーを地でやったのを芸として見せてくれてたんだと思う。
北谷にすごいオタク話したんですけど、すごい寂しいが、女子でこれだけのオタク話をしてくれる人がいないでしょ。そうなの、いいよ。いないよ。だから VR の機種とかバーって言われて私も引いたんだよ。ふみのちゃんの方だって最初から買ってましたから、出たらどうしたの。ちょっと勝間さんのカミングアウトされた後前後とかの話も、そうですね。